デイブ・バウティスタはアメリカ合衆国の俳優で元プロレースラー。バティスタのリングネームで知られる。バージニア州アーリントン出身。腕には天使、武と漢字でタトゥーを入れている。ニックネームはアニマル。父はフィリピン人、母はギリシャ人で幼い頃に両親が離婚したため、双方の家を行き来しながら育った。ボディビルダーを志すが断念。 酒場の用心棒として働き、アファーの愛が主催する団体である WXW にて20代後半ながらプロレスのトレーニングを始めた。1999年、カーンのリングネームでプロレスラーとしてのキャリアを開始。2000年、WWF に入団し、参加団体であるオペにてリバイアさんなる会期配ギミックで活動し、ディサイプルズ・オブ、真の一員として活躍。 2001年11月29日には、ザ・マシーンから、オーベヘビー級王座をダッシュし、2002年には、プロトタイプとオーベヘビー級王座をめぐって、構想を展開した。2002年5月、WWE に昇格。リングネームをバティスタへと変更し、宣教師ギミックをしていたディーボン・ラッドリーの助催し、兼用新坊として、スマックダウンに初登場した。 同年11月には RAW へと移籍。2003年、トリプル h 率いるエボリューションの一員になるも、負傷により、約半年の欠場を余儀なくされたが、復帰後は、ディックフレアーとタッグを組み、WWE 世界タッグ王座を二度獲得。2003年末から2004年春にかけての、エボリューションによる RAW 内タイトル独占に、貢献した。 2005年をオベ時代より一貫してヒールだったが徐々に観客の声援を集めるようになり2005年に入るとロイヤルランブルで優勝ベビーターンを果たしレッスルマニア21にて当時王者であったトリプル H を破って世界ヘビー級王座を獲得したその後バックラッシュベンジェンスと3回連続でトリプル H に勝利ベンジェンスでは WWE の試合形式では、最も過酷なものの一つとされる、ヘルイン・アセルを経験。同年に行われたドラフトにより、世界ヘビー級王座を持ったままスマックダウンに移籍し、早速 JBL と世界ヘビー級王座をめぐって、構想を繰り広げ、グレートアメリカン・バッシュ、サマースラムと続けて、JBL を下し、王座を守り抜いてみせた。その後は、エディ・ゲレロとの、 友情ストーリーが始まり、10月、ノーマーシーにてエディと防衛戦を行い、勝利する。11月1日に行われた、RAW の PPV タブーチューズデーでは、ストーンコールドスティーブ・オースチンの代役として、急遽出場。その後も、エディとの微妙な関係が続いたが、同年11月13日のエディの死去をもってこの、ストーリーは終結している。 サバイバーシリーズにて行われる RAW 対スマックダウンの全面対抗戦においてスマックダウン側の首相を務めるが11月の同番組収録時に登場した RAW 所属のケインビッグショーのダブルチョークスラムを受けた際に背中の筋断裂の重傷を負った重傷を負いながらも WWE の興業には参加し続け エディの親友であったレイミステリオとのタッグで WWE タッグ王座も獲得しに関王となった。しかし2006年1月に行われたハウスショーにおいて新たなライバルとなっていたマーク・ヘンリーとの試合中に上腕三頭筋を断裂。長期休業に入らざるを得なくなったため世界ヘビー級王座を返上した。2006年スマックダウンのハウスショー7月7日。 スマックダウンに手復帰。ザグレート、アメリカンバッシュ2006でヘンリーと対戦する予定であったが、サタデーナイトメインイベントでヘンリーが怪我をして離脱したため、対戦相手がケン・ケネディに変更された。この試合でも反則負けを喫し、その後もなかなか王座を脱回できずにいたためダイスランプとまで評されたが、11月26日のサバイバーシリーズでキングブッカーを破り、 2度目の世界ヘビー級王座を獲得した。翌2007年、レッスルマニア23デッジアンダーテイカーの挑戦を受けるも敗北。その後4月29日のバックラッシュでアンダーテイカーとラストマンスタンディングマッチをするも、両者カウントアウトで王座奪還ならず。スマックダウンにて行われた金網戦では、到着で脱出。引き分けによる アンダーテイカーの防衛という結果に終わる。その後、アンダーテイカーから王座をダッシュしたエッジとの交想が始まる。しかし、ベンジェンスでのラストチャンス、マッチ形式の王座戦で敗れた。7月20日、スマックダウンで怪我のために、エッジがベルトを剥奪され、総勢20人のスーパースターが参戦した、世界王座がかけられた、バトルロイヤルに参戦。 最後の3人まで残ったが、ケインと共に、グレートカリに落とされた。世界王者帰りきを目指し、カリと抗争し9月16日のアンフォーギブ分にて、ベルトを奪還する。今度は復帰した、アンダーテイカーにベルトを狙われるようになる。そして11月18日のサバイバーシリーズの、ヘルインアセル戦で、アンダーテイカーと世界王座戦に臨むが、エッジの乱入により王座防衛となる。 しかし、そのことに納得がいかず11月28日のスマックダウンでエッジとの世界ヘビー級王座戦を行うが、今度はアンダーテイカーの乱入に遭う。その後もアンダーテイカー、エッジと構想し、アルマゲドンでのトリプルスレッドマッチを行うが敗北し、エッジが王者となった。2008年の初頭はエッジと構想するがスマックダウンで行われた。 ビートザ・クロックマッチで敗退し、王座戦線を親友霊ミステリオに譲る。1月のロイヤル・ランブルに8番手で出場。最後の3人までに残ったがエボリューションでの相棒であったトリプル H に落とされた。2月のノーウェイ・アウトでのエリミネーション・チェンバーマッチで、王座挑戦のチャンスが回ってきたがまたしても、アンダーテイカーに敗北する。その後は、MVP と抗争。 us 王座に挑戦するがここでは、馬がの乱入に合う。しかしレッスルマニアと nt 4での番組、対抗戦では、馬がに勝利する。レッスルマニア以降は、師匠である、リック・フレアを引退させたショーン・マイケルズと抗争する。その間に、エッジと抗争していた、アンダーテイカーと、世界ヘビー級王座戦を行った。これは、 アンダーテイカーを消耗させるビッキー・ゲレロの戦略である試合は、ショーン・マイケルズの乱入により、世界王座はダッシュできなかった。バックラッシュでのショーン・マイケルズとの対戦では、予想通りの激戦となったが、ショーン・マイケルズがバスティタボムを回避した時の着地で、左足を痛めたふりをしてバティスタがためらった時に、必殺技のスイートチンミュージックを食らって、敗北を喫した。 6月28日にドラフトで RAW に移籍する。10月26日サイバーサンデーでクリス・ジェリコを破り4度目となる。前年終わり頃からランディ・オートンと交渉、ロイヤル・ランブル前にジョン・シナと組んだタック戦でオートンにパントをくらい翌週から欠場する。これを機会にサマースラムで負傷したというふくらはぎの手術も行い、戦線離脱した。 レッスルマニア XXV 翌日の RAW 放送でミスターマクマ本体ランディ・オートン戦に介入し復帰オートンにスピアーをコーディローデスにバキスタボムを見舞った。なお復帰直前に来日し J スポーツ ESPN の特別番組で蝶野正弘と対談を行っている。4月26日に開催されたバックラッシュで2009年初の ppv 出場。5月17日に開催された、ジャッジメントデーではオートンが持つ、wwe 王座をかけて戦うも、オートンのレフェリーへの平手打ちにより、反則勝ち。しかし、王座戦規定により、王座の移動はなかった。6月7日に開催されたエクストリームルールズで、オートンから、wwe 王座を奪取したが、その試合で二頭筋を断裂し、 翌日の RAW 冒頭で、オートンに腕を折られて病院に運ばれる形で、再び欠場に入った。休場中の6月29日に、RAW のゲストホストを務め、オートンへの報復として、当時移籍してきたばかりのエヴァン・ボーン、ジャック・スワガー、マーク・ヘンリー相手のガントレットマッチを決定した。ブレイキングポイントから一夜明けた9月14日の、 RAW に手術をした左腕に装具をつけた姿で登場し、引退をほのめかす発言をし、前日王座をジョンシナに奪われたオートンと退治。しかし、サワンの装具やキャリアへの言及はオートンを油断させ、おびき出すためのものであり、回復していたバティスタはオートンにクローズラインを決めた、あと、引退ではなく RAW を去ることとスマックダウンへの移籍を発表。 またこの回の特別ホストトリッシュストラタス二次期し、RAW での最後の試合をオートンと行い、バティスタボムでついにオートンを沈めた。10月に行われたブラッキングライツでのテイカー、ミステリオ、CM パンクとの世界ヘビー級王座戦でテイカーにバティスタボムを放ち、カバーに入ったところ親友のミステリオがカバーを邪魔したために試合中にミステリオとの口論になった。結局、 試合はテイカーが勝ち王座を防衛した。試合後、ミステリオがバティスタの元に来て慰めるがバティスタはミステリオを襲撃しヒールターンした。これによりテイカーの持つ世界ヘビー級王座への挑戦権も絡めつつ、ミステリオと交渉を繰り広げる。エリミネーションチェンバーでビンスマクマホンの命により WWE 王座戦を終えたばかりのジョンシナと、 急遽王座戦を組まれ、WWE 王座を獲得した。そして、レッスルマニアイクスビデでナと防衛戦を行い破れ、王座を明け渡した。その後、WWE スタジオが制作する、キリングカーマという映画の撮影のために、しばらくはレスリングから離れる予定だったが、その自身の役が、トリプル H に変わったことにより、WWE に対して、怒りをあらわにするようになり、 この頃から WWE を離脱する方針であると雑誌で取り上げられるようになる。そして5月24日の RAW 収録をもって自らの口から WWE を退団することを発表した。1月26日、PPV であるロイヤル・ランブル2014のロイヤル・ランブルマッチにて28番目に登場。エリック・ローワン、アルベルト・デルリオ、ライバック。 そして最後には、ロマンレインズと一気打ちを行い脱落させ、優勝を飾った。ロイヤル・ランブルの優勝を受け、レッスルマニア30で、WWE 世界ヘビー級王座に挑む。相手は、オートンでも、シナでも構わないと宣言し、王座取りに向けてアピール。その後の p p v で王座を防衛したオートンとの、WM30 でのタイトル戦が決定的であったが、 ダニエル・ブライアンとトリプル H の構想の煽りを受け最終的に WM30 のカードがオートン対バティスタ対ブライアンのトリプルスレッド戦となり4月6日の WM30 にて WWE 世界ヘビー級王座トリプルスレッド戦に挑んだがブライアンのイエスロックに捕まりタップアウト負け翌日の RAW からは対ブライアンという点で利害が一致したトリプル H の 組織オーソリティ側の人間となり、組織に立てつくシールドを叩き潰すためトリプル H、オートンと共にエボリューションを再結成させた。しかし、シールドとの構想に手を貸す部分は、w w e 王座朝鮮への交換条件ため、やむなく応じたもので、6月の PPV ペイバックの翌日の RAW にて、シールドと関わりたくない。最初の約束通り、 WWE 王座に挑戦させろと言い放つも、トリプル H に即時却下される。怒ったバティスタはリングを降り、会場からも立ち去ってしまった。それ以降は WWE には登場せず、レスリング界からは事実上引退状態となっていた。米国時間10月16日に放送された、スマックダウンライブの旋回放送記念に、エボリューションの一員として、久しぶりに、 WWE に登場。エボリューションのメンバーを称えるマイクパフォーマンスをするが、トリプル H に対して、彼は全てを成し遂げた。俺を倒せなかったがと発言し、トリプル H と睨み合う場面があった。米国時間2月25日に放送された、RAW にて、ディックフレアの70歳を祝うセグメントの途中、バックステージに登場し、控室にいたディックフレアを襲撃。 その後カメラに向かって、トリプル H を挑発。このセグメントを起点として、トリプル H と構想を展開し、米国時間3月11日の RAW にて、レッスルマニア35で、反則最低なしのノーホールズワード戦で、トリプル H とシングルマッチを行うことが決定。約5年ぶりに、リング復帰したものの、試合終盤で、 ディックフレアが介入しトリプル H に加勢、最終的にトリプル H にペディグリーを決められ、敗戦。試合後、自身のツイッターアカウントで引退を表明した。12月、2020年度の WWE、殿堂入りが決定した。バティスタボムスパインバスター試合終了後に、世界ヘビー級オーザベルトを手に取るバティスタ。ありがとうございます。